前回作ったゲームと改造していきたいと思います。まず前回のゲームですね。前回のゲーム、100匹放たれてる豚さんを女の子が捕まえていくと、1匹捕まえることにスコアが1点ずつ、さらに10秒経つとゲームオーバーという内容でしたね。今回はこのゲームにレアキャラを登場させましょう。黒い豚さんをレアキャラなんで10分の1、10匹解き放ちます。さらにレアですから、3倍のスピード、普通の豚さんはスピード5なんですけども、3倍のスピードで逃がします。さらに、3倍スピードが速いので捕まえづらいので、しかもレアキャラですから得点を3倍ですね、3倍にしていきたいと思います。それではやってみたいと思います。パペットから、出しておきましょう。そしてアイコンですね。次に出現ですね。先ほど言ったみたいに、たくさん出るで、通常のレギュラーの豚さんが100匹なんで10匹にしましょうか。フレームシーケンスでここを、豚さんに変えます。黒い豚さんですね。これでレアキャラですね。さらにスピードですね、3倍ですね。通常の豚さんが5なんでレアですから3倍、15にします。次に動き、これは前回と同様ランダムですね。自分で動きが分かってしまうと、面白くも何もないのでランダムな方向に動きますと。さらに当たる相手ですね。当たる相手、同じく子供、女の子と当たると消えて、スコアがレギュラーは1なんでこれは3倍でしたね。スコア3倍に変えてあげます。これで、完成ですね。一度やってみましょう。このように、黒い豚さん、レアキャラはスコアが3倍ですね。さらにスピードが速いので、逃してしまいましたけども、これで10秒カウントダウンしてゲームオーバーと。こんな感じで、いろいろと、いじってもらえると、どん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 一つのゲームがバージョンアップされていくと思います。今回はまた新しいゲームを作っていきたいと思います。ぜひこのチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。